諸君は古代ローマの成文化についてご存知だろうか。遡るとおよそ2000年前、紀元前40年頃の古代ローマ。この頃からローマには絶対的権力を持つ皇帝が君臨し始めた。ローマ皇帝は政治や軍事だけでなく性的な面でも権力の行使が可能で、平和な時代が続くと性的快楽の追求が当然になっていた。その結果、国民たちが性的欲求を追求するための場所もどんどん増えていったんだ。今度開く居酒屋、どうやら女を借りるらしいぞ。この前できた浴場でも変えたし、最近は召喚が多くて助かるな。このような会話が日常的に行われるほど、古代ローマにおいて売春は当たり前の文化だった。そうして娼婦が増えるに伴って、娼婦の種類や値段の幅も広がり、最安値の娼婦は驚くべき値段になった。ローマで最も安い娼婦はなんと100円。ミッドナイトムーン、プレゼンテッドバイアルゴメトリ。マダモアゼン、つけたらすこよいも最高のヘモグロビンを。ミッドナイトの諸君、ミッドナイトムーンへようこそ。ヴァンパイアの剣だっつお、言うの闇人形のヤメルですわ。皆様はもし皇帝になったら何がしたいかしら。私はまず豪華な宮殿に住んで毎日スイーツを食べて、剣を椅子にしながらみんなに讃えてもらう生活もしますわ。それは間違いなく暴君だね、ヤメリ君。というか、さらっと私を椅子にしないでくれるかな。さて、今宵紹介するのは古代ローマの成文化について。皇帝による統治が始まった紀元前後の古代ローマはとても平和だった反面、欲望を解放した時代だったんだぞ。言うの快楽主義の古代ローマ。2023年2月、イタリア・ナポリ近郊にあるポンペイ遺跡、ベッティの家という歴史的な遺跡が長い修復作業を終えて20年ぶりに公開された。ベッティの家は当時のポンペイで最も裕福な商人の大邸宅だ。数多く残る壁画と豪華な庭が有名で、ローマ時代の精神が凝縮された博物館のようと称されている。しかしイタリアの報道機関は、そこに記録された古代ローマの文化をどのように伝えるか頭を悩ませていた。これは、ちょっと卑猥すぎるな。というのも、ベッティの家はただの邸宅ではなく、かつては売春宿としての役目を兼ねており、室内には裸の男女を描いた性的な壁画がいくつも並んでいる。中でもインパクトが強いのが玄関にあるこちらのフレスコ画だ。そこに書かれているのは豊穣の神プリアポスなのだが、強力なモザイクで隠された腰のあたりに注目してくれたまえ。実はこの絵はプリアポスが巨大な弾痕と金貨の袋を天秤にかけているところなんだ。なんてフレンチな家ですの。きっと当時でも異質だったんでしょうね。それが、実はこれらの絵を持つ家は珍しいものではなかったんだ。何ですと？ベッティの家にあるようなフレスコ画は決して異質なものではなく、古代ローマの文化圏に広く存在したようだ。当時の男性にとってアイデンティティの源というだけでなく、欲望の対象でもあった。自分もそのような弾痕を持っていたらというわけだ。また玄関のような人目のつく場所に大っぴらに性的な絵を飾っていたことからも、古代ローマにおいて性がタブーではなく、むしろ権力や富、文化の象徴として奨励されていた文化だと読み取れるだろう。だが、なぜ古代ローマはそのような性が主体の文化になったのか。その根底には古代ローマにおいて最も重要な人物の思想があった。その人物とは初代ローマ皇帝のアウグストゥス。彼は古代ローマの平和時代を築き上げ、聖人と称されている。だが彼は聖人であると同時に快楽主義者でもあったんだ。聖人皇帝が快楽主義者？もしかして古代ローマの価値観ってぶち壊れてたんですの？当然2000年前の世界だし、現代の価値観からしてみれば異様に見えても仕方ないけど、当時の人々にとっては当然の文化だった。そしてアウグストゥス以降のローマはその文化に応じた変化を遂げるんだ。ドスケベ聖人がきっかけの変化？ドスケベ聖人はやめようか。ローマはアウグストゥスという偉大な皇帝によって平和な時代が到来したことで、性による快楽を追求する時代になったんだぞ。増える召喚。古代ローマには何人もの皇帝がいたが、その中には異常な性癖を持つ暴君が何人もいた。例えばローマ帝国の暴君として有名な皇帝ネロは、黄金の宮殿を建てて毎晩のようにランチキ騒ぎをしていた。他にも皇帝ヘリオガバルスは女性だけでなく男性とも交わり、女装をして自らの奴隷の男の妻になるなど異常な性癖を持っていたという。ヘリオガバルスについては以前紹介しているから、そちらも合わせてご覧になってくれたまえ。このようにローマ皇帝には現代まで悪名を残す暴君が多いが、その一方で偉大な名君も多い。名君の中でも代表的な人物が初代皇帝のアウグストゥスだ。アウグストゥスは上下水道や貯水槽などのインフラ整備、さらには街道を活用した郵便制度の創設、大理石の神殿や凱旋門の建造などなど、数々の功績を残し200年間の平和な時代を築き上げた偉大な皇帝として称されている。そんな名君であるアウグストゥスだが、実は彼には性的に狂ったエピソードがあるんだ。まずアウグストゥスの妻リビアはもともと他の男の妻だった。その時リビアは妊娠中だったにもかかわらず求婚し、出産した後に元の夫から奪っ
って再婚したという。そのようにして情熱的な結婚を果たしたのだが、彼の性欲が満たされなかった。なんとアウグストゥスは妻がいるにもかかわらず毎晩とっかえひっかえ処女と交わっていたんだ。他人の妻を奪って毎晩処女と交わっていた。お猿さんも当然じゃありませんの。もしかして古代ローマはお猿さんの国だったんですの？そう思われても仕方ないけど、さすがに言い過ぎたよヤミリ君。アウグストゥスが聖人と言われていたのは間違いないけど、それとは違う一面もあったというのが正しいかな。アウグストゥスが聖人と呼ばれるようになったのは、妻にリビアを迎えて彼女の影響を受けるようになってからだ。それ以前は短期で残酷な皇帝であり、妻のリビアも実は3度目の結婚相手。しかも他の女性と浮気することも多々あったという。このようにローマ皇帝が性を追求することができたのは、皇帝が作った平和な時代が原因にもなっているんだ。大きな戦争がなくなり、ローマの街は生活が豊かになり余裕が出てきた。すると人民も皇帝に倣って性的な快楽を追求するようになっていく。その結果、性的欲求を満たすための場所が増えていったんだ。そこの旦那様、一晩私を買っていかれませんか？その場所とは召喚だ。とあるローマの詩人はこのように歌ったという。ローマの娼婦はハエの数より多い。そもそもローマには古くから娼婦が存在していたが、平和な時代の到来により娼婦が増えていく。ローマ市にいた娼婦の多くは街角に立って客を誘う外商だったが、中には宿屋や居酒屋で給仕をする兼業娼婦もいたという。召喚が増えるにつれ、召喚は宿屋や居酒屋としての役割を果たすようになり、食事と同じくらい性的欲求の追求が手軽なものだったことがわかる。性行為が行われていた部屋は扉ではなくカーテンのようなもので仕切られ、ベッドも石であつらえているような場所があったほどだ。娼婦がハエより多い？どんだけ多かったんですの？というか、そういう職業が多かったということは、ローマの人たちは男女共に性におおらかだったってことですの？というよりかは、そういった性的欲求を追求する以外に金を使う場所や娯楽がなかったというのが大きいかもしれないね。最底辺の召喚は石のベッドを使い扉もなかったが、一般的な召喚はどのような場所だったのだろうか。一般的な召喚には娼婦一人一人に部屋があり、客が選んだ娼婦の部屋に入ると使用中と書かれた札を下げて戸を閉める。この扉には娼婦の名前の他に得意な正義などが書かれている場合もあった。また扉はリクエストがない限り鍵はかけないのが普通で、行為が済んだ客が他の部屋を覗き見することもあったという。ちなみに部屋の中にはランプとベッドが置かれており、召喚の悪臭が客の体につくのをランプの光で防いでいた。他にも富裕層が夕食で客を招く晩餐の余興として呼ばれる娼婦や、町外れの墓場に出没して毒薬を作り出す魔女娼婦というものもいたそうだ。そんな様々な発展を遂げる娼婦たちだが、意外な場所でも娼婦が変えたんだ。漫画や映画でご存知のミッドナイトも多いだろう。その場所とはテルマエ、いわゆる公衆浴場だ。古代ローマではローマ人と外国人を区別する方法の一つとして、大衆に向けた風呂文化が大きく発展を見せるようになった。ローマ人は自分たちの体を清潔にすることで野蛮で不潔な外国人と区別しようとしたんだ。しかしテルマエが広まるにつれ、食事や運動も楽しめる施設に発展し、さらに性的欲求も果たせる場所へと発展していった。女性の奴隷に体を洗ってもらいながら性行為をする場所として公衆浴場は一石二鳥の最適な場所だったんだ。例えばカラカラ帝の時代に作られたカラカラ浴場は1600人が収容できるほど広く、常にたくさんのお湯で満たされていたという。浴場には風呂だけでなく、サウナや赤すり部屋、マッサージ部屋などがあり、現代でいうスーパー銭湯のようなにぎわいを見せる施設だったんだ。そしてテルマエには男女で混浴できる風呂もあり、そこで多くの男女が交わり売春も行われていたという。お風呂でも売春なんて本当に所構わずって感じですわね。そういえば日本にもそんな文化がありましたわよね。お風呂で体を洗ってもらううちに恋をして。おっと、それ以上はいろいろまずいからやめようか。大きく発展した公衆浴場は性的欲求を追求する場所として最適で、ローマ人はより効率的な場所を求めていったんだ。そういえばそんな話どこかで聞いたことがありますわ。日本の田舎町での娯楽はデパートで遊ぶか男女で。それ以上いけない。今日は際どいところを攻めるねヤビリ君。しかし平和ゆえに性的欲求を追求する時代となったローマでは、召喚といった売春宿の役割もただ快楽を得るための場所ではなくなり、男性の社会的立ち位置にも影響を及ぼすようになるんだ。ここからは当時の売春宿が持つ役割について解説していこう。古代ローマの男らしさ。1世紀頃に栄えた古代ローマの都市ポンペイでは、売春宿を合法のサービスとして運営していた。法的な認可と届出をすれば誰でも売春仲介業者になることができたので、当時のローマ市には45カ所の国家公認売春宿があったと言われている。増え続けた売春宿に伴い、当然そこで働く娼婦も増える。そういった娼婦は大抵宝石商の店や大競技場の近くなど金持ちが寄る場所にいたという。そして娼婦が増えればその価値も幅広く変動していく。売春宿で買える普通の娼婦は大抵が2から8アステロだった。どれくらいの値段かというと、1アスはだいたい100円程度で、当時の最安値のワイン1杯が100円で買えるくらいの値段だった。
つまり最安値の商婦はワイン2杯分の値段。商婦を買うということはそれだけ気軽なものだったんだ。ワイン2杯と同じ値段、今では考えられない価格設定ですわ。もしかして居酒屋のおつまみメニューと一緒に並んでたのでは。酒場にも兼業商婦がいたことは間違いないが、さすがにメニュー表には載っていなかったんじゃないかな。当然だが、商婦にもランクがあった。ワイン2杯分で買える商婦もいれば、その半分の価格で買える商婦もいた。逆に高級商婦となれば、最も高価な商婦で16,000アス、日本円に換算するとおよそ160万円という高級商婦もいたんだ。最も商婦とは最下層の職業であり、一般女性が商婦になることは少なく、戦争捕虜の奴隷や解放奴隷が自立するために働くことが多かったという。特に古代ローマは奴隷の存在が当たり前の時代だったから、多くの人々が奴隷を金で買うことに抵抗がなかった。しかも売春婦として働いていたのは女性だけでなく男性もいた。当時は男色が一般的だったことも影響があると言えるだろう。売春婦たちは性行為を目的に買ってもらう一方で、世間話や自慢話など楽しく会話できるトークスキルも求められていたという。中には性的暴行や拷問のような仕打ちを受ける売春婦もいたが、文句を言えない奴隷相手だったからこそ許されていたんだ。そしてこれらの売春は男性が社会性を示すことにおいて重要だった。おい、あそこで娼婦を買ってるあいつ、肉屋の息子じゃないか。ああ、随分羽振りがいいんだな。結婚を控えているのかもな。成人男性が娼婦を買うことの意味は、性的欲求の追求だけではない。その男性がどれだけの金を持ち、また男性的に優れているかを示す手段でもあったんだ。つまり、売春を多くしている男性ほど、結婚が成功する。売春が結婚の成功につながるなんて、今では考えられませんわね。私なら浮気だと思ってあそこを切り落としますわ。今日はだいぶ過激だね、ヤミ君。もちろん今では考えられない価値観だし、当時も浮気は特定の場合を除いて許される行いではなかったんだ。ということは売春は浮気ではなかったんですの？当時の価値観ではそういうことになるね。そもそも結婚に対する価値観や女性の立場なども今と異なっていることが理由かもしれないね。最後は古代ローマの性文化時代の終焉について語っていこう。自由民と呼ばれたエリート民における結婚は、主に後継者となる子供を産むために行われる場合がほとんどだ。そのため妻に性的な快楽を求める夫は少数派だったんだ。ただし結婚初夜において妻は処女であることが求められた。しかし妻に対する敬意から、男性は結婚後妻に快楽のためだけの性行為を期待していなかったという。快楽を求めるならそれにふさわしい場所がある。それが召喚だったということだ。こうした性と快楽を重要視していたローマは、2世紀を超えると経済的かつ軍事的な危機に陥る。すると経済や心に余裕がなくなった性的文化は時代に消えていったという。平和な時代ほど性的に乱れるとは、なんとも皮肉な話だ。ミッドナイトの皆様、高評価とチャンネル登録お願いしますわよ。翔くん、無理せずでいいんだぞ。してよ、してよ、おい、落ち着くんだぞ。ヤミリくん、ヤミリくん。